出しま動画チャンネル一緒です。今日はウルトラマンタイガーデラックスウルトラタイガーアクセサリーセット04。さあ、ウルトラマンタイガーがトライストリウムに変身しましたね。はい、というわけで今回はそのトライストリウム関連のブレスレット、そして怪獣リングが、入っているセットになっております。はい、今日はこちらを開けていきましょう。はい、出しま、はい、箱の周りはこのような感じになっております。はい、こんな感じです。こんな感じ、かっこいいね箱ね。こちらにはね、トライスクワットレッド、はい、さらにゴロサンダーリング、ギガデロスリング、こちらの2つの怪獣リングが入っております。はい、開封しましょう。はい、開封。包まれています、ね、包まれています。さあ、まずこちらゴロサンダーリングですね。このような感じになっております。見て、怖っ。怖いね。うん、まあ、うんうん、はい、はい、そうですね。はい、こんな感じ。さあ、そしてこちらギガデロスリング、うん、はい、こんな感じですね。はい、そして最後はトライスクワットレッド、うん、はい、こちらはね、タイガ、タイタス、風魔の力が一つになったブレスレットになります。はい、こんな感じ、かっこいいね、うん、はい、じゃあタイガスパークとの連動もやっていきましょう。黄色に発光しておりました。これでね、サンダースパークという必殺技を発動できます。じゃあ次はギガデロス、発光してたね。ね、はい、これでデロスイリュージョンという必殺技を発動します。うわ、最後はこちらトライスクワットレッド、うん、これをね、テレビ本編の中では使うことによってタイガトライブレードが誕生するんだよね。うん、では行きます。うん、黄色、赤、黄色、青に発光しておりましたね。はい、これでタイガトライブレードが誕生するんですよね。はい、しおんくんにね、つけてもらいました。こんな感じ、うん、じゃあちょっとやってみようか。イエーイ。そこからのコース、はい、バディーゴー。イエーイ。はい、そして今回ね、ソフビも買ってきましたね。はい、ウルトラマンタイガートライストリウムのソフビです。はい、こんな感じ、かっこいい、かっこいい、かっこいいね。こんな感じです。出しま、はい、そんなわけで今日はこちらの
ウルトラマンタイガーデラックスウルトラタイガーアクセサリーセット04を紹介しました。はい、まあ、このトライスクワッドレッドはね、まあ、お話の中でもかなり重要なねアイテムになっております。皆さんも遊んでみてはいかがでしょうか。はい、そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。おすすめの動画もよろしくお願いします。そんなわけで今日はこの辺で、バイバーイ。